優が何日か世話になったみたいで。深見さん、優の友達なんですよね。うちの優が迷惑かけてすみませんでした。でももう大丈夫ですので。ちゃんと向き合ったんですよね。はい、柏崎とちゃんと話をしたんですよね。話す必要なんてないです。俺たち言葉がないと伝わらないような、そんな付き合いたての高校生みたいな関係じゃないんで。もう家族なんで。柏崎はあなたと同じ気持ちじゃないと思います。あんた部外者だろ。優のことは俺が一番分かってますから。